こんばんは。アッパーズのミュージック TV。 はい、この番組は千葉県歯科医師会の提供でお届けいたします。はい、はい、なんだこれはって思ってる方もいらっしゃるかと思う。これどっちに行けばいいの？こっちに行った方がいいの？こうか。あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、今日はちょっと人手が足りずにですね、はい、はい、私がオペレーターをしながら、はい、私ここにいます。はい、朝ちゃんは向こうで、はい。でも那覇の後ろにね、誰か見えるんだよね。本当だ。なんか人影があるんですけど。いや、これからね、重要な会議なんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。はい。皆さんちょっとね、バタバタしております。いつもいる人がいないってやつですね。そうなんです。今日ね、いつもうちがオペレーターをしてくれてるんですけど、はい。はい。今日はね、うちなぜかお休みなんだよね。なぜか、なんでか、理由知らないんですか。そうなの。誰も知らないんですか、理由。知らないです。知らないんですか。ねえ、なんだろう、デートかな。知ってる朝ちゃん。いや、知らないんですよ。番組部長知らないって、うちやばくない？なんか言ってたかな。うちいいな、その距離。うち遠いな、遠いな。はい、まあまあまあね。はい、今日はこんな感じでお届けしますので。そうです。はい、こんな感じでいきます。内容は全くないよって感じですね、今日ね。はい、はい、すいません。はい、滑った、はい、CM までまだあるんですね。ちょっとガヤガヤしております、はいはい、ガヤガヤしてるこの安田ウェーブ。まあまあ、まあまあ、皆さんね、コメントいただければと思います、はい、お待ちしてます、はい、ワロップさんのアプリね、はい、先週のランキングがなんとなんと悪くってですね、PN ですね、落ちてしまいました。なので今日はコメントお待ちしております。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、あさちゃんやなほへの質問コーナー。イエーイ。そんなのなかったね。コーナーはないか。コーナーなかったけどね。質問どしどしお寄せください。はい、はい、お届けください。どしどしね。昨日はでも雅子様の誕生日だったからね。はい、ちょっとサプライズで番組の中でちょっとお祝いもしたし、うん、はい、 YouTube にも出てましたね。そうなんです。はい、その日のサプライズの様子を編集してアップしてあります。はい、はいはい、なので見てください。あ、亀ちゃんこんばんは。亀ちゃんこんばんは。私のところではまだ開いてなかった。はい、ということで、はい、はい、一旦 CM です。この後もアッパーズのミュージック TV 最後までご覧ください。待って、 CM に行かない。行ってください。アッパーズのミュージック TV。 この番組は千葉県歯科医師会の提供でお届けします。はい、あ、そっから来れんの。そっからその角度で。はい、今日は、人手不足のため、はい、アッパーズはこのような形で2人で番組を作っております。はい、いや今日乱れてんな。はい、乱れてる。はい、今日ねちょっとね、バンバンやってきたんです。カルディオドラミングをね。はいはい、はい、朝日の方まで行ってきました。出張レッスンです。出張レッスン。はい、すごいね。朝日のね、なんだっけな、面白い名前だったんだよな。オールドエイジセンター。違う。え？いや、そういう施設があったんです。そこのお部屋でね。はい、結構ね、80代の方とかもいらっしゃってて、うんうん、みんなですごい元気な、お元気な朝日のお姉さま方と一緒に叩いてきました。いいね。知ってますか、カルディオドラミングね。はい、ぜひこうやってたよ。そう、こういうやつ。音楽に合わせてボールを叩く、うん、ストレス解消。いいですね、あれね。このおかげで私ストレス解消してると思います。はい、時々いろいろな思いを込めて叩くんで。思いを込めてんの？知らなかったそれは。いや、そう、そういうのもありかな。口に出さないからね。うんうんうん。出せない時とかいいんだよね。出せない時、そう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 、ね、そう、この野郎って思っても出せない時はいいかもね。そうそうそう、やってるうちに忘れちゃいそうだしね。そういうこともね。一瞬です。浮かぶのも一瞬で。うんうん、はい、なんかね、そんな必要な方は呼んでください。出張でも行きますんで。はいはい。さあ、そうそう、モーニングルーティーンの話この間してて、うん、モーニングルーティーン、はい、次は私の番だよみたいなこと。そう、朝ちゃんのモーニングルーティーン楽しみにしてるんだけどな。そうで、それを言われてからすごい朝の行動を気をつけるというか、うん、まあ放送に乗ってもいいことはなんだろうと。放送に乗っても大丈夫そうなあいつ。まず顔は NG でしょ、だって寝起きだし。
いいんじゃない。いやいやいや、恐ろしいと思うよ皆さん。誰みたいな、ね、誰って、はい、あと言ってもね、そんなには変わってないんですけどね、うんうん、はい、あでもね、あの毎朝やってることを最近ね、はい、最近なんかお、これ毎日やってんじゃんっていうこともあったんで、うん、見つかりましたよ。おリンゴを、うん、こう丸いリンゴを、丸いリンゴ、丸いリンゴ、リンゴ丸いよね大体うん、果物ナイフでこう今日の分っていうのだけこう斜めに入れてパッと取って、はい、うん、こっちはあのジップロックピシッて入れてしまっちゃって、うんうん、皮むいて芯取って、うん、ピッピッピッて手の上で豆腐のようによく切れてねなっていう、ね、はい、それを器に入れたら、あの最近お気に入りのヨーグルトがあるんですけど、はい、それをこうスプーンで取って、だいたい2杯から3杯かな、うんうん、取ってそれピッてしまって、はい、これを食べております。うーん、はい、じゃあそのヨーグルトがその様子をね、うん、あその様子を見たい、撮っておいてもらって、はい、そうそう見たい見たい、その様子が見て、このヨーグルトがめちゃくちゃ美味しいんですよ。へえ、これがあのアノンから教えてもらったんだけどそうなのそうアノンと私で今ハマってるヨーグルトなんですけどね。へえ、はい、いいな、はい、そういう情報もいいよね。そうそうね、うん、美味しいもの情報、うん、そうそう、おすすめっていうの、おすすめ、はい、おすすめね、うん、うん、なんかある、なんかおすすめ、おすすめ、うん、町チョコとあれ反応すごいね、すごかった、今日のあの東小生もさ、そう、町チョコ見ましたって入ってきた瞬間に言われてさ、言われてたね、 ありがとうございますみたいな、私なんか外で車止めてドア降りた瞬間言われたから、うん町チョコ見ましたね、ねえ、あれどこに売ってんですか、うん、みのりの里に売ってますよ。そう、うん、まあアッパーズ効果ですよあれは、多分そうだと思う、あのみのりの里東金で売り切れが出てしまったそうで、そう1種類、はい、かな、1種類、まだ1種類でも分かんないよ、またあれから2日ぐらい経ってますから、ね、うん、どこかのお坊さんは、うん、買いに行ったそうですあれ見て。そうなの、そう、あ影響されてるじゃないですか。で、山部の赤彦さんも買いに行ってくれて、そうですよね、はい、お裾分けまたいただいちゃって、そうなんですよ、はい、だから食べちゃいましたチョコはしばらくいいって言ったけど、あのチョコだと食べれますね。そう、何なんだろう ね眠って起きればまたリセットですリセットねえ、でもチョコの美味しい季節なのかな今、うん、ね、今日もチョコいただいたりして、そうなんですよ、あのチョコはあれでしょ、最近話題の、そうスイーツ厚美さんのチョコレートね、キャプテンからちょっとお裾分けいただいて、うん、いや美味しかった、すごい、あの箱に何個入ってたのあれ、15個入りなのかな、全部違う、そう全部味が違う、しかも全部キラキラしてるの、ちょっとなんか、キラキラ、何なんだろうねあれは、ツヤのテカテカのね、うん、そうで、ああいうのってなんか硬いガリっていうのをちょっとイメージしたけど、うんうん、いや全然ね、そうそう、優しい味でした、優しい歯触りでしたね、ね、はい、なんか食べたことのないチョコでしたね、うん、そうなのかな、そうちょっと酔っ払ってるかもしれない私、え嘘あの星マークついてるのは、うん、なんだっけ、お酒が強いよ、そうアルコールがね入ってますみたいな、そうそれをちょっといただいちゃったんで、うん、はい、でいい感じですよ、いい感じに酔ってる、いい感じでポッて感じ私が食べたのはね、あの東金さんのいちごを使った、そんなのあったんだ、そういちごのねやつだったんですけど、めっちゃ美味しかったちょっとコメント見ていいですか、はい、これどっから、まだ最初から、はい、コメント、あじゃあナホお願いします、はい、亀ちゃんこんばんは、こんばんは、はい、今日はこんな感じです、ケビン、ううあ、うっちがいないからねあのヘルメットにこの字書いてあるんです、はい、木村さん、はい、レンタルのお坊さんですかレンタルってレンタルのお坊さん、レンタル、コスプレのお坊さん、そうね、レンタルはちょっとしないかなコスプレだね、レンタル、はい、まあ、コスプレのお坊さんだね、うん、コスプレのお坊さんですね、うん、何でもやっちゃうお坊さんだから、そうなんですよ、そう何屋さんみたいな音響さんかと思っちゃう時もあればね、そう照明なのか音響さんなのか、
とりあえずなんか困った時は、うん、お坊さんに相談すると、うん、なんか出てくるっていう気がするんですけどね。私の中でこんなの用意してみたよとかね、そうそうそう言ってくれちゃう、アイテムがね、そうなんかそういう情報っていうか新しいものにね、うん、結構早いですよねお坊さんね、はい、こんなのいいよとかね、そう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 教えてくれるよね、教えてくれます、ね、はい、で今度の、はい、土曜日の、うん、恋するラララの上映大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫ですか何かおかしいことでもありましたかないよないですか大丈夫そう、西福寺でやるんですけど、はい、本堂でやるんですけど、うん、あそこにね大きいスクリーンがね、はい、用意されて、うん、そこに映し出されるということで、そうなんです、恋するラララのもう公開ですよ、はい、朝ちゃん公開ですよ、うん、はい、もう皆さんね結構見に来てくださるので、はい、楽しみですね、楽しみだね、はい、楽しみです、まだちょっと、はい、あの編集がね、うん、もう少しなんですよ、うん、ああそっか、そう直しだ、直しが、この間試写会があって、そうまた今回本ちゃんの間のこの1週間しかなかったね、そう1週間の間に変えるっていう、変えるっていう大変な作業をしています、はい、もう少し、もう少し、あと少し、あと1回徹夜したらできるかな徹夜ですか、そうか、大変なことをしてますなほちゃんは、皆さんぜひ見に来てください、見に来てね、頑張ったんでね、いろいろね、出てる人もキャラクターが濃いので、うんうん、そうですね、はい、まあ好き嫌いあると思いますけど見る方もね、なんかでも当日、うん、はい、グッズ販売が結構あったりするみたいですよ、あ、そっか、うん、土偶ちゃん、ジャッキー土偶だ、はい、ジャッキー土偶の缶バッジができたんですよ、ね、うん、イエーイイエイイエイ、缶バッジ、この日売り切れちゃったらもう限定になっちゃうから、ね、そうそうそう、予約販売かな、はい、予約販売ということで、はい、それではシム、はい、アッパーズのミュージック TV、 この番組は千葉県歯科医師会の提供でお届けしています、はい、はい、なんか慣れないなこの感じがここにいつもいるのに、そうだね、今日はここに、でもソーシャルディスタンス的には流行りだからいいんじゃない、そうだった、そういうそういうことだったね、はい、うんうん、ずっとこれでいくじゃんそれもなんかでも寂しいよね、寂しいよねそうなんです、寂しいんですよソーシャルディスタンス、みんな見てる人はどうなんだろうねこれ、いやなんかでも最近こういう映像ってよく目にしてるから、うんうん、ああそっか、いや違和感ないかもしれないですね、ヤスオウェブでもあんまりないから、うん、あんまりないです ね、 ね、うん、新鮮かな、新鮮ですかね、はい、ヤサウェーブで今度女子会やるんですよね、うん、12月の、27、はい、日曜日のお昼過ぎだったんですよね、うんうん、1時からですね、13時から14時30分までの90分、はい、年末女子会90分ということで、これはヤサウェーブで番組を持っている女子の皆様、そして番組は持ってないけれども、うん、だいぶ関わりがありますよという方とかもお呼びしたりして、はい、はい、いろいろああでもないこうでもないどうでもいい話だったり、どうでもいい話ここで発表しますみたいな、あなんかあるなほ、発表します、発表します、年末に用意しといて分かった、じゃあそれまでになんか用意しとかなきゃ、重大ニュースね、京子先生もね重大ニュースそっか、隣で一生懸命書いてるんです今日番組ですからね、今日生放送やるんですよ京子先生ね、あ、はい、はい、コメントが来ております、はい、はい、亀ちゃん土曜日楽しみ、楽しみ、ありがとうございます、あ、来てくださるんですね、うん、はい、はい、お待ちしてます、木村さん絶対見に行きますよ、はい、木村さんだって宣伝部長だもんねそうだよ、木村さんが一番頑張ってんじゃないかって、ね、みんなで言ってるんですけど ね、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、亀ちゃん、はい、朝ちゃん昨日は声が不調かなと思ったけど、うん、今日はいつも通りに聞こえる、昨日昨日昨日私何してた昨日狭間、狭間かな、狭間ね、うん、ここだけの話していいですか、はい、どうぞしてください絶不調でした
もうこれ言えないよ ね言えないよね。あの亀ちゃんには見抜かれてたんですね。ねすごいね亀ちゃんさすが。すごいすごい。もうねなんか寝不足、うん、なのかな。頭が痛くて、うん、ずっとあ頭痛いって言ってたもんね。でね熱もないし、うん、なんか咳も何も何でもないんだけど頭だけ痛いから、うん、なんだろうこれはと思ってたんだけど、うん、あの朝寝たら治っちゃいましたよかった、うん、よかったです。そうだよねバレちゃいましたちょっとバレないように今度から気をつけますはい。あでも声が不調か、うん、そうかそうか。でもね声に出ちゃってたのかな。声に出ちゃってたんですねそういうことですね、はい、顔に出ないようにはね頑張ってんですよねいつもね。そうねまさか声に出るとは思わなかったけどね。何でも顔に出ちゃう人いますよね。でもねいるね嫌なことが あるとウッチーとか分かりやすいよね。はあ、ウッチーねーすっごい分かりやすくない。ご機嫌な時、うん、そうすごいニコニコでくるよね、うん、できっとなんか言われてきたなって時は、うん、もうすごいよね。もうどんよりウッチーの周りがあのなんか漫画じゃないけどさこう黒い感じになってるよね。そう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 影があるよね。なんか斜めなのかななんかはねそうなんですよ、うん、で今日のウッチーはだからね何をしてるかによって、うん、明日のウッチーが変わるんですかね。そうだね。ウッチーのこと言っててもしょうがないんですけど、はいはい、今日本当は、ね、はい、生歌をこのコーナーではやろうと思ったんですけどちょっとねやっぱこれで生歌これで生歌ちょっとできないんで寂しいですねなので、はい、今日はまあねね、恋するラララが公開ということで、はい、西福寺さんでやった恋するラララをちょっと流そうかな、はい、あれですね。あれです。ムービーでちょっと皆さんお届けいたしますので、はい、ぜひご覧ください。どうぞどうぞ。Oh,
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで、うん、キラキラなんですよね。そう、キラキラ、なんか音鳴っちゃった。いやー、西福寺さんすごいですよ、やっぱり音鳴っちゃった、音鳴っちゃった。懐かしい。はい、懐かしいですね。ねえ、はい、あそこの場所で、うん、スクリーンがこう置かれて、はい、見るということで、ね、そうなんです。明日セッティングをしに行きま す, す、ね、はい、わ、はい、かりました。明日、うん、前日にちょっとね、うん、セッティングさせていただいて、うん、で本番ですね、はい、10時から、はい、と12時からと2時からと4時からと6時から、うん、はい、5回、はい、5回流れます。5回見たい方は5枚チケット買ってください、はい、って感じですか。そうですね、はい、まだ当日券余りがありますので。あります、あります、はい。なんか1回見て、うん、まあ、早い時間に見た方はね、はい、もう1回見ちゃおうかなっていうのもできるってことですね、うんうん、はい、そうですね。はい、あー、なんかドキドキしますね。ドキドキするね。なほの大仕事。いや、楽しみですね。でもね、はい、まあ、初めて作った映画ですからね、はい、そういう感じで見ていただくと、うんうん、私はびっくりしましたよ、うん、びっくりした。びっくりしました。一番初めのスタートのシーン、あー、いいですよね。いいですね。お楽しみに。はい、アッパーズのミュージック TV。 はい、この番組は千葉県歯科医師会の提供でお届けしてまいりました。はい、はい、ちょっとずれたね今ね、この距離が時差があった、時差が、時差がこう息をって吸うのが聞こえないんだよね。そうなんですよ。はい、そうそうそう、こんな放送もどうでしたかね。どうでしたでしょうかね。私はちょっと寂しいですけどね、うん、やっぱね、近くで声が聞こえないとちょっと、そうなんですよね、何喋ってんだろうって朝ちゃん思うからね。はい、でもまあできなくはないぞと、うん、いうことで、はい、はい、まあということで12月は、はい、いろんな特番もあります。そしてクリスマスもあります。今年のクリスマスどうやって過ごすんですか、はい、なほちゃん。クリスマス、はい、クリスマスどうやって過ごそうかな。でもレッスン、あ、レッスンあるのか、あるかな。あ、まだ金曜日、そうだね、うん、木金だね。そうですね、はい、まあでもスタジオもね、はい、毎年うん、クリスマスに飾ってるじゃないですか。すっかり忘れてるんですよ。本当だ。だから映画が、何もしてないじゃない、映画が終わったら、ね、パッと変えないとですよ、朝ちゃん。そうしましょう、うん、忘れてた。すごい今びっくり。忘れてたよ ね, ね。いつもはね、きらびやかにクリスマスってやってるんですけど。そうなんですよ。そうかそうか。まあじゃあ今週末、うん、映画が無事公開されて、はい、スタジオはクリスマスに変わると。はい、はい、ついでに、6日の日曜日は集まれカーマニアやります。はい、はい、これもまた西福寺さんのね、下の駐車場でやるんですけど、うんうん、よかったら遊びに来てください。屋外なんで、はい。それと縄文サークルフェスティバルが来週なので、はい、はい、準備も着々と。なほにとっては振り付け終わった？ん？振り付け終わった？振り付けはね、もう終わりました。あ、終わりました。先週終わったかな。で、今週はもうなんだろう、うん、踊り込みみたいな感じで、で、今週末映画の次の日ですね、リハーサルがあるので、はい、はい、はい、頑張って、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、はい、わかりました。ということで、またまた来週ね、はい、うん、来週は2人で並んでできそうなので。そうですね、来週は生歌をお届けできると思います。はい、はい、ということで今日も、あ、もう終わりの時間じゃないですか。そうなんですよ。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、コメントもたくさんありがとうございました。はい、それではまた来週。ミスコンティさん、ありがとう、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。